私の両親は父親の身勝手な理由で離婚している。父親一族は誰の遺伝なのかイケメンや美形がいないらしい。国内の女性では彼女すらできないので、結局は高齢になってから海外の女性とくっついた人が多い。私の父は珍しく日本人女性と結婚にこぎつけ、子供ができたんだけど私です。父親に瓜二つで母親要素どこな状態。母は小柄で可愛らしい容姿だったので、父一族はかなり父を持ち上げていた。しかし母の遺伝子は敗北し、他の一族と同様父の遺伝子が無双状態。父は私が7歳の頃に俺とそっくりな子供の顔なんて見たくないと言って出て行った。父になぜうちの遺伝子の呪いを打ち破ってくれなかったんだと責任転嫁までして、散々持ち上げてきた一族ともは手のひら返して離婚と責め立ててきたし、言われた通り離婚に応じた。その後母は養育費なしで私を育て上げ、10年前に私は結婚、息子も生まれ今は小児。息子の容姿は私のひいき目抜きにしても整っていると思う。旦那の要素がものすごく入っている。先日母から連絡があった。父の一族から息子を父のもとへ連れてこいという内容だった。もちろん応じるわけもなく無視。私の結婚と息子のことは当時母に離婚と怒鳴り散らしてきた。おばさんに知られてしまったようで、父一族で大盛り上がりな状態らしい。私たち夫婦の場所は知られていないが、母の居場所は知られているので引っ越しさせるつもりでいる。